痛い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 、はい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 、5月最後やから。あると信じてました。嘘、あると予想してた。ないって言ったのに、さすがやな。でもメイク落ちちゃって、久しぶりに来たけど関西弁強くなってない。嘘。どういう感じ？関西弁強くなってる？イントネーションが？なんかあるんやな、定期的にめっちゃ関西弁がめっちゃ強くなるとき。しかもなんか、なんか自分でも分かっててなんか言ってる感じがする。なんかなんとかやねんなみたいな。恋人が関西人なの。めっちゃやん。ほらこれめっちゃやん。あれ今までなんて喋ってたっけ。ええやん、ほんま。いいやな、じゃあ関西弁で行こう。関西人じゃないんやけどな。でもなんかエセに聞こえる？どうなん？関西の人からしたら。ネイティブ分かってて言ってるの分かってんの？全部読まれてるやん。徳島の人の関西弁はかなり、あまあいいや。今に始まったことじゃない。今日朝食べたカレーめっちゃ美味しかったな。朝からロケ弁？何？ロケ弁っていうの？朝からカレーが出てきたんや。おむすびと、今日がライブだったら絶対朝から食べてないんやけど、出なかったから食べちゃった。昼カレーにした？めっちゃちゃんと影響受けてるやん。私の影響。
私さ今日もあのアイドルっていう歌あるやん、あれがもう離れんくて頭から、誰かが歌ってて、うん、そう、もうそれが耳から離れんくて、多分 4,5 時間ずっと頭の中でぐるぐる流れてる。夜はラーメン、夕方よあれを食べたの4時とか、それからは食べてない。水飲むの下手。でも夕方になんか麺ラーメン食べて餃子もワキワキしたから、ま、今もちょっとラーメンの口ないけど、なんか甘いもん食べたい。徳島県がトレンドに入ってんのはなんで？アイス食べたくない。あ、アイスね、なんか自販機のなんかアイスがあったの、それをみんなが買ってて、私食べないつもりだったんだけど、マイキューが一つは全部食べれないから半分こしようってなって、ピノを半分ずつした。あ、そうなんや。自分が見てるからってことか。ありがとう、教えてくれて。あー、なんか STA のメンバーの名前もめっちゃ出てくるんやな。
じゃあ全体のトレンドはこのトレンドの方ってこと？え、すごいよ。ドラホー、レオホー、コイホー、めっちゃ入ってる。ワシホー、姫様抱っこ、定年退職、やば、もう終わっちゃうやん。あと2分ぐらいで終わっちゃう。オリックスに徳島出身の選手、ラオウ怪我してたけどもう治ったみたいな、復帰したみたいな感じやったな。お疲れ様ひな。いいな。野口くんも見えたん。皆さん5月もありがとうございました。6月も、明日から6月ってマジ考えれんけど、6月やな。よろしくお願いします。うん、最後できんかなと思ってたけどできてよかった。そう、6月4日ね、6月3日4日よろしくお願いします。はい、うん、わお、待って、ランキングが読めなかった。読売巨人軍さん、はい、ということで5月皆さんお疲れ様ひな。また6月もお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。